地区の中心を清流滝川が流れており、夏場は地区外からも川遊びの家族でにぎわったり、ホタル祭りを実施するなど風光明媚で自然豊かな地区であります。地区内には城上幼稚園、岸川地区城上地区からなる城上小学校、滝、八幡、陽勢、吉川、城上地区からなる平成中学校があります。城上町太鼓踊り保存会による太鼓踊り奉納は毎年7、8月に地区の小中学生から成人の男女30名ほどが2週間毎晩練習を重ね、城上尊者と崇めている小見神社の8月の例祭に太鼓踊りを奉納しております。史跡としては地区内に市の指定文化財の松下庚申塔や伊保丼の神様をはじめ数多くの史跡があり、田の神もあちこちに数多く点在しております。